手で、はい、がっちり握手、はい、さあ飯野さんも前回の神打ちから随分ね、はい、知名度というか声をかけられるようになったという話もありましたが、なんかさっきお話聞いた限りお二人仲良さそうでしたね。なんかさっきもソファーで二人で談笑してたくらいなんですけど、いい雰囲気でしたよね、はい、本当に今から戦うとは思えないくらい、はい、その飯野さんが鳥海さんのことを非常に真摯な方だと、はい、落ち着いた素晴らしい方だというお話もしていました。どちら先行ですかね。ヴィンテージは先行が大事すぎるので、はい、今確認していただいております。さあちょっとね黒いカードが黒いままになっているんですが、飯野さんが先手、先に手札を確認しております。はい、しましたね。さあこれはどうだ。あ、1キルではないか。はい、はい、思考学校イタークリチュアル、グリセルブランド、そしてもう1枚集団的蛮行ですかね、はい、それと土地3枚、こちらバズオブバグダッドを含む土地3枚という形になっています。対する鳥海さんはこのような手札、うん、封じ込める僧侶、初手キープ、ね、はい、最高なんですが、これ青い相手なら最高の初手なんですが、ライブラリーオブアレクサンドリアは 5、はい、5手であるので、まずワンドローからスタートできる、そうですね、ちょっと能力が強すぎる土地なんですただこの白黒フェッチからの土地サーチがかなり運命を分けます。白黒フェッチってそもそもヴィンテージだと珍しいんですよね。青絡んでないですからね、はいはい、そして沼、はい、さあなんだと、これはもうもうトリウムさんにハテナマークついてると思います。さあコンボなのか何なのかまだわからない。ここで、まあ、手札が破壊から入るとこのライブラリーオブアレキサンドリアの7枚持つっていう条件が確かに外されちゃうので、これは先ほど持っていた思考囲いからのスタート、ね、あなたへめちゃくちゃ飯野さん嬉しそうさあ分数タイムオーク帰宅者派、そして封じ込める僧侶も一応は候補としてありますが、おおむね青いカード、まあ僧侶落としそうですね。僧侶いきますかね、はい、まあこれ着地すると除去する手段がないというお話もありましたが、ちょっとこれあれ、そうですね、僧侶ですね、やっぱり、はい、これでお互い手札を見合うスタートになりそうですね、はい、ギタクシア派の調査があるので、うん、鳥海さん的にもその僧侶を抜かれるっていうアクションで、あ、コンボ系なんだっていうのがちょっと伝わりますね、はい、これを抜くってことは、うんうんうん、そうですね、最初は青いカード3枚前に提示してましたからね、はい、これのどれかやろうみたいな、さあお互い手札、挨拶ですねよく思考学校は挨拶って言いますよね、挨拶側、はい、またギタクシア派、これもねちょっとヴィンテージが一番今見られるか環境になったのかなと、はい、禁止されちゃいましたヴィンテージでも1枚制限です、はいはい、強すぎます。さあこの確認、本当の意味でのご挨拶、この手札からおおむねもうシュート系だということ伝わりますかね。はい、もう、うん、もうデッキの全貌は分かったと思います、うん、平地があるのが平地なんだろうなっていう。ああ、確かに確かに、はい、さあそこから抵抗を引きましたね、うん、まあ抵抗打ちそうですね、フォースビル探さないと。さあ先に戦術、ああ結構いいですね。暗黒の儀式を見ていることからも精神的つまずきは、そうですね、残してもいいですね、はい、もらっちゃいそうですね、うん、あ、ランドももらいました、両方上に置きましたね、両方上に置きました、珍しい。ボルカニックアイランドは、あ、そっか、島の2枚目ですね、うんうんうん、プラトーでしたね、あれ、はいはい、はい、ちょっとランドの島を探す動きになっています。さあここでもドローがフェッチということで、まだまだ動き始め、初動が完全に飯野選手潰れています。まあ、ただ今カウンターが1枚しかないのでまだ心もとない状況ですね。本当にグリセルを墓地から出されるだけでも
カード14枚くらい差がつきますからね、うん、今回白タッチでコーリスの子っていうカードも入っていて、はいはい、本当にデッキ全部掘り切る気が満々だなっていうの ね、 うありますが、レガシーでもありますね、うん、ティンフィンでしたっけ、そういうデッキ面ですけど、はいはい、まあ、こういったギミックしっかりと駆使できるかどうかはまだ分かりません。今現状ですとつまずきだけでは妨害できないようにバザー起動からの釣りっていうところまでね行かれてしまうとというところですが、はい、マンコを増やすかどうか悩んでますね。ただバザーオブバクダットって手札の消費が非常に早いので、はい、ある程度あ効かなしで打ちましたね、はい、さあここからまずは1枚捨てさせます。飯野さんの出来はどれだけつまずきをかわせるかなんですけどね、うん、はい、先ほどから公開情報としてつまずきが増えているというポイント、はい、まあ、そこをどう判断するか。つまずきかわせるならタイムウォーク落としても良さそうですね、うん、まあ、ガッシュでもそういいか、うん、はい、ここはタイムウォーク、はい、飯野さんのその墓地から出す手段が浅すぎる墓穴と捕虜の復讐が3枚ずつあるので、はい、うん、一応つまずきかわしながら仕掛けることもできそうですね、うんうん、受けも結構広いですよね、はい、さあそういったところからもさあ引いてきたのはエッシュの渦。おエッシュの渦、あ、これもしかしてエシの渦素出しもあり得るのではないでしょうか。ここバザーを起動してこれスタートできそうですか。1万いやできないですかね。あの一番後ろのカードも違いますね、はい、精神的つまずきをされてしまうので、うんうん、エシの渦は手札にキープ、グリセルを墓地の一番上に置きます。コーリスの子も合わせて捨てたというところでちょっと白タッチの香りをここで感じ取っています。これはほとんど消されると思うんですが、まあ、先ほどトップに置いたボルカニックアイランドを置いているので手札自体は飯野選手としても分かっていると。ああこれあ心理戦ですね。これでアンコイドン儀式をつまずきさせて、うん、再活性を通すっていう風に見えるんでしょうね。はい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 、ああでも打ちましたね、まあまあ、でも打たないといけないと思います、はい、まあ、少ない手札から何が一番怖いかっていうところになりますよね、はい、もう一枚暗黒の儀式ですかねとウーズですね、うん、多分ウーズ素出しなんだと思いますね。それでグリセルブランドの能力になって、うん、14ドロー。なるほどなるほど。さあ先ほどボルカニックアイランド定語で上に置いたんですが、ここ3枚目のボルカニックアイランドもデッキトップから降ってきました。これなんと噴出打つと7枚に戻りますね。なるほどさあすごい暗黒の儀式エチガイウルザッサーガバンです。エビエさん揃える派ですか。僕は揃える派ですね言語も揃えたい派なんで、ね、ここでウース出ましたねさあ鳥海さんが読んでますね。非常に早い手つき何それっていう、はい、さあグリセルがいる、はい、そうです。墓地のクリチャーの起動型能力を持つんですけど、今コーリスの子とグリセルの能力両方持ってるので、うん、なんと14枚引いてその後自分サクってなるほど原因できます。そして次のチェインも始まる可能性すらそうです、はい、ここはガッシュ打たないとです、はいはい、マナを出してガッシュ、そしてなんと手札7枚に戻りますね。これでもう1枚引きに行けるってことですよね。そうですね、アンリコも引きましたね、うんうんうん、お引きましたね。ヴィンテージのカードパワーをただこれをまずアンリコからですかね、うん、青いカード引けないリスクがそこまでないですかね。いや確かアレックスって7枚ちょうどじゃないと起動できないので、あ確かに、はい、まずアレクサンドリア起動からですかね。今7枚ということで、はい、ここでワンドロー紛失手札4枚増えましたね
1枚減って4枚、あ、4枚増えてますからね。うーん、ちょっとフラット気味ですが、これでもし青いカード引けなかった時のリスクが結構ありますね、うん、これがそのまま直結に、負けに直結してしまう選択肢にも見えます。そうですね、もし相手の手札が精神的つまずきとかだったらもうこれで詰んでしまうので、まあでも確率的には行って良さそうですね。あ、引きましたね、はい、うんうん、あ、ウィル2セットになりましたね、素晴らしい。お、はい、テフェリーと春章、これがウィルの玉になると。どちらから切りますかね。うーん、テフェリーからですね。多分テフェリーを出すゲームにならなそうですね。うん、まあ、それよりも今土地1枚なので、はい、しっかり構えてという形ですね、はい、あとアンリコ春章でフラッシュバックすると思うので、まあ、結局そこでしっかりと差を広げることができる、はい、さあ絵師のウーズならず、ここからが神イーノの苦しい時間帯となります。ね、ブラックロータス引きましたね。あ、ブラックロータス、はい、おー、こうなるとテフェリー残してよかったですね。まあまあ、たらればが。ただこのブラックロータス自体もこの噴出合唱を打った後のバックアップリカバリーに大きく貢献します。これで今手札7枚ですね、うん、なんか手一瞬で手札回復しました。これがヴィンテージのすごいところ、うん、フォースオブウィル打ってるんですけどね、そういう問題ではないという。アップキープに起動ですね、うん、再び春章のドローです。これはもう鳥海さんのペースかなと、うん、さあここもバザーを起動して手札を入れ替えていきますが、完全にフラットマナしかないですね。そうですね、やっぱり序盤の3ターンで仕掛けられないと、うん、青いデッキのリカバリー力って本当にすごいので、いやもう見てる通り目の当たりにしてます。こっからも本当に無尽蔵なリソースを相手に叩きつける。はいはいはい。手札無限みたいな感じ。さあ、さばき切ることに若干の不安を覚えると、戦前に漏らしていた鳥海選手の手札もう完全にさばく要素、はい、バッチリとなりました。ディスカードしてもまだ余裕が全く問題ない。はい、これはもうさすがにここから先、ね、スペルも何も通らないですかね。全部カウンターされても、あとまだデッキに封じ込める僧侶がもう1枚残ってるので、うん、これだけのドロースペルがあればたどり着くことも簡単だと思います。うん、毎ターン6枚くらい引いてますよね。毎ターン6枚。プラス毎ターン3枚捨てる動き。これ手札1枚しか残らないのが苦しいですね。さあグリセルも捨てて暴露だけを残しました。もうフィニッシュまで見て終わりにしようっていう感じですかね。そうですね、あとはもう総員の同士なり、うんうん、まあ、もう妨害しながらパワー2で10回殴りそうな、うんうん、8回か8回殴りそうなゲームです。相手が動いたらそれに合わせてノロスペル打って打ち消してっていうか、うんうんうん、ところです。さあ手札の最適化進めていきます。ルケン、剣を好き、剣を好きに、そして宝船ですね、うんうんうん、もう手札がありすぎて何を引いても大丈夫な状態です、はい、ディスカードですかね。まあアレックスをずっと起動している兼ね合いもあり、まあ、ランドセットしか手札の消費が行えない状況ではあります。からワンチャンスあるとすれば、たまたま五稜の復讐が、まあ、リアニメートスペルを2連打してうっかり通ったり、うん、
といったそこくらいしかもうない。 そうですね。そして五稜、これは、まあ、これは絶対打ち消しますね。伝説のクリーチャーを釣ってきます。グリセル確定です。墓地にいる歩行終わりしたか珍しいですね、うん、最後のフィニッシュ手段、ね、一応エシノウズ、ファイレクシャンデボーラー、そして歩行バリスタの無限ダメージ、おにぎりコンボですね、はい、ちょっとおしゃれなやつがグリセルで大量ドローした後に投入されているというところになります。クモの触手の、ね、パターンもあるんですが、カードを引いた後にバザーで墓地で揃うっていうのがちょっとおしゃれ感ありますね、はい、さあドローが手札が多すぎてドローを打ち切れない何を切っても大丈夫そうですこれ宝船とディグの、はいはい、ちょっと贅沢な2択ですね。世にも奇妙なさあこのウィルのブルーカウントを見てなおいいの笑っているでしょう。ウィル今何回使いました？2回ですかね。2回ですね。まだ敵に2枚ありますね。ということは全然まだチャレンジがあるっていうことですよねそうですね、こっからのただ春章着地、ここからのこれがフィニッシャーですね、うん、この春章アンセストラルリコール打っての着地になっています。そしてジェイス、いいですよねジェイス、本当に幸せ度が高い。本日も視聴者の皆さんツイートプレゼントがございますので、ぜひともねこのヴィンテージの熱戦、そしてこの後に続くレガシーの熱戦を見ていただければと思います。ここで投了、あもう検閲入ったので投了しましたね、うん、はい、まずは1本目挑戦者鳥海が取りました。さあここでチェスカイコントロール鳥海選手のデッキもう一度確認していきたいと思います。もう初手の思考囲いで封じ込める僧侶を見た時の飯野さんの心境たるやみたいなところもありますがメインっていう他のカードよりも優先してねこのカードをまずは捨てさせるというオープニングになりました。しっかりね放送ウィル、そして精神的つまずき刺さりましたね、はい、ここの部分も今回1ゲーム目は鳥海さんが、はい、除去をほとんど引かなかった、うんうん、サクワカも本当に最後ディスカードしたくらいだったので、はいはい、このグレンハ剣を好きに、あとサクワク、あと摩耗損もこれ全部、はい、飯野さん相手には全て無駄カードになっちゃいますね、はい、無駄カードになってしまうので、うん、はい、コンボスタートしないとおそらくパワーナイン関連、まあ、モックスも置かないですしっていうところもありますよね、はい、そうですね、はい、はい、そういったところもあって結構メインには腐るカードが入っているんですが、ここのところはしっかり時間さえあればコントロールしきれるというところを見せていただきました。まあ、今ゲーム見ていただいたように青いデッキって本当に3ドロー3ドロー3ドローと連鎖していくので、はい、序盤さえしのげればトリームさんのペースになると思います、うん、はい、まあ、そういう意味でも今回のデッキ選択としては本当にその最序盤というところをお互いに警戒する、そんなマッチアップになっています、はい、さあまずは鳥海さんのジェスカイコントロール見ていただきました。テフェリーもついにヴィンテージまで進出してきましたからね、はい、今日はフロンティアでも大活躍というところも見られましたが、はい、もうほとんどのフォーマットで見ますかね、テフェリーどうでしょう。そうですね、はい、パーマネントに触れるっていうのはやはり大きいですし、うん、もうプラス1して対抗呪文構えたらもう勝ちですよね。もうフルタップで置いていいってことですからね、はい、これね、はい、要するに実質3マナですからね、はいはい、さあ鳥海さんのデッキ確認した上で神 E の
笑います。ただ厳しそうな表情に若干変わりましたかね。メインはイーノさんの方が少し有利だと思います、うん、はい。まあ、そういう意味でもデッキがしっかりとお互い分かって、ここからは初手もかなり厳しくなってくるか。さあ1キルでしょうか。吸血の教師者、暴露、そして暗黒の儀式の姿が見えます。土地は3枚、ここもフェッチフェッチフェッチとい う吸血の教師者なのが精神的つまずきをどうやっても食らっちゃいますね、はい、ちょっとコンボスタートかなり難しそうな手裏になってますかね。2ターンキルはできますね、うんうんうん、ホースウィル1枚程度だったら乗り越えた上で2ターンキルできそうですね、うんうんうん、もう1枚はノーボ。この暴露をどう、吸血の強者は打たないかもしれませんね、暴露の弾にしてそれでしっかり決めにいけるかどうかっていうところですかね、はい、今1枚足りないんですよね、うん、リアニメートカードさえ引ければっていう状況なので。さあこちらマナドレイン、フォースオブウィル、北クシア派、帝豪土地さん、また後手でアレックス引いてますね。アレキサンドリア後手で1枚引きたいカードなんですよね、アレキサンドリア。これがまず入っているというところなんですが、今回は暗黒の儀式を聞きっての暴露。あ、そうか、これならこれで2キルできますね、はい、つまずきさえ引かれなければ。ノーボと強襲者を打つタイミングがあるんで2ですかね、3ですかね、どうでしょう。さあここはこれでウィルで受けて、相手のターン終了時に吸血の強襲者を打って、うんうんうん、ノーボから再活性でグリセルですね。なるほどなるほど、再活性が入ってない、再活性入ってない、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 ということは3ターンキルですかね。その間にちょっと猶予がありますね。かなり悠長です、そういう意味では。ただこれならリアニメートスペル何でもいいのか、要するに1回トップデック見れるってことですかね、はい、さあその再活性の有無によってちょっと影響出そうですね。そうですね、でサーチできるできないが本当に大きい、この1マナがゲームを分けるかもしれません、うん、で鳥海さん2回ドローがあるのでそこの差がちょっと響きそうということですね、はい、まずはギター長からですかね。はい、おバレちゃいますね、手札フェッチフェッチ吸血の強者。今回先ほどのインタビューでもありましたが、鳥海さんとしては飯野さんが何を使ってくるかがわからないので、もう相手関係なしに勝つコンボか、それとも受け切るコントロールかという二択を迫られたというお話を先ほどしていました。そんな中で今回は青のコントロールを選んでいます。ここ難しいですね。あの青い土地引ければマナドレイン打てるんですけど、うんうん、引かなかった時はライブラリーオブアレキサンドリアの方がいいんですよね。はい、おっとここはもうアレキサンドリア諦めましたね、はい、一応剣をスキニを打つ体勢を作りました。あ、土地引いちゃいました、ちょっとフラット気味ですね、うん、一応打った方が良さそうな。さあここで引いてきたのはタイムウォーク。相手の精神的つまずきをトップデッキされる可能性を考えると、うん、もうアップキープでも何でも吸血の強者を打った方が良かったような、うん、さあタイムウォークが挟まりまして、もう1ターン鳥海取ります。おつまずき、あ、引きましたね。あら、これ大きいですよ。まずい、はい、この吸血の強襲者がつまずきされてしまうので、
これはしっかりと1ターン、はい、買った意味が生まれました。タイムウォークのワンドローに意味がありましたね。まあ本人としては青まで引いてくれみたいな、うん、そっちの気持ちの方が強かったかもしれないんですが、ここで突き刺され、そうですね、これでもう2マナのリアニメートスペルを持ってくれば、まあ、勝ちだったんですけど、うん、さあ吸血の強者が封じられた。これはそうですね、早く打つべきだった。これはトップデックにかかるというかなり分の悪い、はい、先に吸血の強者打っていればという後悔ももしかしたらあるかもしれません。ただ引けば引けば問題ないですよ。まあデッキの中にねかなり入ってますからね、はい、6枚入っています。ドローは酒岩の、はい、扉ですね。今引いても意味のないカードですね。さあターンが、ヴィンテージの1ターンは本当に他のフォーマット、盤石になりましたね、はい、フォースオブウィル、これはメンター発進です。盤、はいはい、石ですね。これは先ほどのこの買った1ターンが、はい、うわー大きく大きいですね、はい、影響が出てしまいました。買っていたゲームがさあ、はい、イーノの手から勝利がこぼれる。なんとかデッキ圧縮してトップデックにかけていく形ですが、1回のトップデックでは終わりません。2回マストカウントは引かないとですからね、まあ、ここなら今ハンデスでもいいんですけど、うん、ちょっとねドローがやはり土地だったので、ここでマナークリプト、はい、魔力の墓所ですね。ここもマナ関連、はい、何もプレイできない。これは青くない土地なので、うんうん、マナ吸収が打てないのであんまり関係ないですね。ただとりあえずは置いていきます。 まだ時間はありますね、うん、はい、さあフォースオブウィル打たせたい、打たせられるかど、引きましたね。ここで1枚ご両の復讐、もう行くしかないじゃないでしょうか。一応狼狽の嵐ケアして土地を置いた方が良さそうに見えます、うん、さあここで引き当てたことによっていいの仕掛けるかどうかの判断、そうですね、まあ、手札破壊受けがあるので、あ、置かないですね、はい、ああ、ここでツンドラを引き当てました。あれ、これもしかしてカウント2段構えになっちゃいましたね。ブルーカウントが1個なので、いや、ホースウィルを5マナでプレイできるのと、ああ、なるほどなるほど、あとマナドレインもプレイできるんで、うんうん、ハンデスに2回ではなくて、はい、その2ターンっていうことですね、はい、ハンデス受けができちゃいましたね、うん、はい、さあターンエンドへのプレイになりました。まあ、消されてあのメンターのクロックが上がるのを嫌ったんでしょうね、うん、はい、まあ、これは絶対消さなきゃいけないので、まあ、はい、これは吸収からのスタートです。ただここですね、こここのツモがこのツモにかかってますね。さあ劇的なドローとなるんでしょうか。いいの、このドロー非常に大事、はい、光り輝くでしょうか。受けは5枚のツルカード、そしてデモニックチューター、はい、ヨグマスの石でもいいですね。モックスモックス、はい、これはかなり、そうですね、フォースウィル構えられちゃいましたね。これだって普通に打てるフォースオブウィルを構えられた、しかもさあ宝船、しかも古文のアンリコがあれ、マナドレインのマナ使わないで終わっちゃいました。そういう形になりそうですかね。構える方優先したんですかね。そうですね、はい、うんうん、土地引かないリスクを取りましたね。さあここで思考囲い、ちょっとこれはライフが持たないんじゃないでしょうか、うんうんうん、さあこの思考囲い悩みます。揃っているように鳥海としては見える。
いいのさん全く表情から分かんないですね、はい、ポーカーフェイスですね、はい、すごい無表情ではなくて常に笑顔っていうプラスのポーカーフェイスですね。まあ、ただライフが9なのでもうグリセルで引けないんですよね、うん、ここで意志の力で思考回を打ち消すと場に文句文句メンターなので、うん、果敢1回するだけでも押し切れる、はい、通しちゃって良さそうですね、うん、はい、どの道どちらかはという形になる。あ、打ちますね、はい、手札を見られるのを嫌いました。文句出ますよね、はい、あ、出ました、はい、さあ このターンしのぎ切りましたね、はい、はい、ここでエンドということはこれは足りますかね。果敢連鎖でしっかり押し切れるか、本当に4枚土地とかじゃない限りは、うん、4枚土地でも大丈夫ですね。自分の文句に、あ、確かに釣りを好きに打って、さあドロー、あ、うん、無駄カードですねあ、でもこれ果敢するので、はい、確かにあの赤霊波と違って、赤霊波と違って、はい、パーマネントに打てる、打てるんですよね、土地に打てるんですよ、はい、で青くないから壊せないってだけで、そうですね、はい、うん、だからですかね。さあさあこの安い暗力をさあしっかり春章も引きまして、はい、これはもう、うん、グレンハウって足りてるはずですね、うん、はい、もう何でも何でも、はい、いけてる感じですね。さすべ攻撃に参加するクリーチャーはすべて果敢を持っています。一度発動中です。でグレンハを土地に、はい、はい、で果敢再びの果敢で、はい、これは削り取りました、はい、さあメインボード鳥海2本取りまして、りました、ね、はい、これよりサイドボーディング、嬉しそうかなり嬉しそうな、はい、表情も見えました。ここからはいいの、いや防衛のために3本選手はかなり厳しく、はい、あの精神的つまずきは全てでしたね。うん、アップキープに、あ、もしくは自分のメインフェーズに吸血の強者を打っていれば、はい、勝ってましたね。うん、そういったところ本当に1枚の差、はい、1ターンの差で全てが変わるというのがこのヴィンテージとなっています。青いデッキはやっぱりもう取り戻す力が凄まじいので、一旦開けるだけでも逆転されちゃうんですよね。しかも墓地使うデッキってもうバレてますからね、はい、ここからがっつり入ってますね、人生ハードモード突入でございます、はいはい、飯野さん側はその墓地対策を対策するカード、破壊するカード、うん、断片化だったりとか静寂ですとか、そうですね、うん、静寂はちょっとジェスカイコントロールってモックスが最低限しか入ってないので、はい、あ、だから巻き込めるものがそこまでっていうことですかね。そこまでないですね、はい、さあデッキリスト見ていきたいと思います。まずは神のデッキリスト、グリセルシュートとなっています。かなりメインはコンボ寄りといいますか、 そうですね、その必要なパーツを、はい、まあ、どこまで削るかっていうところに、うん、あるとは思うんですけども、サイドボーディングどうしていきましょう。対策されやすいコンボは抜いちゃってもいいかなと思いますね、うん、あの鬼入りシュート、ファレクションデボーラーとホコーバリスター、はいはい、あとエムラクール、エムラクールもこれも、まあ、ライブラリ修復が主な役目なんですけど、はい、このマッチだといらないかなと思いますね、うん、グリセルさえ釣れればあとはなんとかなりそうです。
ということはまずはこの3枚が確定で抜けていって、はい、それと入れ替えるカードという形ですね。短編化、そして、まあ、短編化、まあ、カンバーラ入れても良さそうですね、はい、単体でちゃんとクロックとして機能して、はい、触られにくいカードなので、うん、あのコンボデッキ相手に剣をスキニーを残すのもなかなか難しいと思うので、そういう意味では本当にこのカードが暴れる可能性があると、はいはい、まあ、あと封じ込める僧侶を見てしまったので、ああ確かに、どこまで入れるかですね、あの何枚か分かんないはずなんですよね。だから剣を好きにみたいな対策ではあるんだけど、はい、あの相手が僧侶引いてなかった時に弱いカードなので、ちょっと入れにくいかなって思うんですよね。なるほど、はい、なるほど、そういったところも含めてヴィンテージシーンいいののバランス感覚、ここにが求められています。対して鳥海さんのデッキもう一度見ていきたいと思います。はい、この後デッキリストが出てきますが、やはりデッキ的に使いづらいカードをちょっと抜いているという印象でしょうか。まあ、もう今はもう映りましたけど、はい、グレンハー、うん、あとダクフェーデン、ダクフェーデンって本当にアーティファクトデッキに対してキラーカードなんですけど、はい、それ以外に対してはあんまそこまで強くないんですよね、うんうん、はい、でこれを減らして削白魔毛損耗など減らして、はい、除去を墓地対策と、うん、あと封じ込める僧侶に変えるといったところですね、はい、打ち消しとしても狼狽の嵐が1枚増えるという形にもなりますかね。さあ、そのようにデッキが最適化されてもう2本取っている状態なので、かなり精神的余裕は生まれているかもしれません。挑戦者鳥海選手のデッキリストとなっております。これメイン2つ取れたの大きいですね。大きいですね、はい。序盤さえしのげればまあこういった青の土俵になりやすいんですが、飯野さん、あの1ゲーム目も2ゲーム目も 3ターンキルもできなかったので、はい、それがもうちょっと強気にマリガンするか強気に攻めてもよかったかもしれ、よかったかもしれませんね。まあ、そういう意味でもこのグリセルシュートの魔力に飯野自体も振り回されているような、そんな印象も受けます。コンボデッキのサイドアウトって難しいですよね。抜きすぎると回らなくなるし、確かに確かに、はい、かといって、あ、まあ、レガシーもそうなんですけど、ムカつきストームとか、あのスニークショーとかもやっぱり、はい、サイド後にちょっと減らすんですよね。グリセルブランドとかエムラクールとか、あの、まあ、もちろん固まって引いてしまうと厳しいっていう部分も考慮してということですよね、はい、いつかこれ言語化できたら面白いと思うんですよね。ああ、そのバランス感覚、はい、コモデッキのサイドアウトについて、それハレルヤさんの記事で載るってことですよね、はいはいはい、ちょっと自分で自分にハードルかけて、はい、ただその言語化っていうのがこれまでこのヴィンテージっていうフォーマットもね、非常に長く皆さんに親しまれているとは思うんですけども、なかなか難しいところではあるってことですよね、はい、その技術の言語化って本当に一つの課題でもありますよね、はい、このゲームの、まあ、マジックはそれが結構カバレージとして残ってるのが、すごくいいところだと思います、はい、さあ、そういう意味でもそういった将来歴史的な価値を生む肘を何ですかこれ、プレッシャーですなかなかねこういうマウント取れないねやっておこうかと、ちょっと失敗したの、自分でボケツを掘ったような浅すぎるボケツいや、深い記事になっていただければ問題ありませんさあ、そういうわけでサイドボーディング終わりまして、ここからがいいのとしても神の真骨頂を見せられるかどうかという、まさに瀬戸際かもしれません、はい、ここからこの動き、まだねすっきりとした動きはできていないんですが、ここからの妨害手段の多さというところも気になります。さあ、オープニングハンド強い鳥海さんの初手が強い一旦目僧侶とつまずきですね。これはなかなか防ぎきれないか一応暴露、そしてグリセルブランド、 あります、お、暗黒の儀式、奥から2番目がグリセルに見えますが、土地に、あ、違いましたね、ノーボですかね、もしかしたらこれは乗り越える1キルもありえるか、ありえるか、どうだ、考えている、見た感じいけそうな、いけますかね、あ、土地さん、あ、マナさんだとちょっと手が足りなくなりそうですね、はい、さあ、兆候となります神、
結構つまずきを乗り越えて1キルも可能なデッキなので、うん、強気にいっても。さあこれをキープしました。ノーボ2枚。なるほど、リアニメートスペルがないですね、うん、この手札をどう超えていくか。確かにつまずき一発打たれてもいい手札にはなりましたかね、はい、そうですね。これどうですかね、心理戦なんですけど、暗黒の儀式から打ったら精神的つまずき打ってくれそうだと思うんですよね。確かに一旦目沼暗黒の儀式って言ったら、さあ僧侶春章つまずき、素晴らしい。モックスが2枚に土地が2枚、はい、こんな初手をくださいって思う。さあ対イーノ、対グリセルシュートに対しては完璧な手札か。さあここ、こういったスタートになりました。暴露を暗黒の儀式をリムーブでプレーと、まあ、こうなりますね、はい、この後のノーボ2枚をとにかくこれつまずき一発ノーボに打たせるプレーになります。そうですね、一回これは消されてもいいですね、まあ、絶対消されると思うんですが、心理戦、まあ、消しますね、はい、ただこれ瞬死を構えてゴーするので、あの瞬死からの精神的つまずきで2枚目も消されちゃいそうなんですよね、うん、これ早くも飯野さん手札なくなりますかね。そうですね、はい、さあただ鳥海ここも土地を引いたので、マナフラ VS マナフラの構え、今手札見てますよね。見てます。暴露で見てますよね、はい、今仕掛けない方が良かったんじゃないですかね。2面打った方がっていうことですね。そう、 そうですね、あの、うん、1ターンにノーボーを2回仕掛ければ、うんうん、ノーボー打って精神的つまずき打たれ て、 それにスタック上にある時にノーボーを打てば、うんうん、確かに確かに瞬章出すタイミングないはずなんですよね。ちょっとこれは手順的にも、はい、瞬書をしっかり食らう形になってしまいました、はい、つまずき2枚目。そうですね、これノボがもう絶対通らなくなっちゃいましたね、うん、さあ5両あこれは咎められてしまうのか。これは、はい、デッキがまさにいいのに牙を剥いている。さあこれを鳥海としてはまあちょっと土地を多く引きすぎてるというところはありますが、しっかりと受けれる、このドローゴーを繰り返しているならば全く問題ないという状態になっています。2枚目のノーボもここで打ち消し、つまずき手札から出てきました。これもう瞬章あるのバレてますね、うん、まあ、鳥海さんの引きも悪いんですけど、まあ、それでもあ4マナで、おお、これはいいリアクション、はい、これはまあ瞬章素出しですね、はい、うんうんうん、21のバイパーがまあとにかくこれから殴り始めると、はい、だこれもまだまだ、まあ、まだ分からないです、うん、ここまでのマナフラットの影響でこの手札見てからが、はい、ちょっとどうなるかですね。次のドロー、まあ、ワンドローワンドローが非常に大事なマッチアップになってきました、はい、まあ、ただ鳥海さんの方があのリカバリー力が高い、うん、まあ、3ドローがいっぱい入ってますから、ジェイスでもテフェリーでもこの場なら嬉しいですし、うん、土地以外なら本当何でもいいような状況ですね。あ、いいですね、はい、さあ僧侶ですね、これが僧侶、この僧侶もうここから除去することが概ねできないか、集団的蛮行しかないですかね。あ、ここそのまま返しましたね。あ、あの僧侶は瞬足持ってます、うんうん、はい、さあもう見てからで OK という状態になっています。うんうん、うん、焦って動かない、それで問題ない、まあ、ただまだ時間はありそうですね。そうですね、さあ暴露、うーん、しかしまあ4マナで打った方が良さそうでありますが、ここで手札がグリセルブランドと、なるほど、あ、という形になりましたね、
まあ、一回相手のリアニメートスペルを、うん、あのカウンターと同じ効果できるからあの、はい、今はまだ僧侶出さない方がいいですね、うん、まあ、クロック追加する必要もないし、はい、というところですね。つながりました、ね、はい、ここからさあフィンス商人の巻物、はい、ここから手札が莫大な量になります。あの商人の巻物はおそらくアンリコに変わりますし、はい、まあ、紛失引いてからですかね、うん、多分それが一番ベターに見えますね。ただ打ち消しを今すぐ欲しいと判断して商人上に置くっていうパターンを選んだんですかね。今ね商人を上に置きましたかね。置きましたね。そうなると、うん、何を持ってくるんでしょう。リグかリグかローバイならしか、まあ、アンリコは一番良さそうではありますか、うんうんうん、手札がちょっとマナフラットしている影響で青マナ2つ要求できるので吸収もまだ吸収持ってくるんですかね。どうでしょうか。ここで紛失をシャッフルしてしまうのはもったいなく感じますね、うん、あアンリコですね。アンリコ、うん、まあそれでもアンリコがあれば何でもできるので、うん、はい、アンリコこれ印刷ミスですよねやっぱり。ちょっと25周年にしてついに印刷ミス説が上がってしまいました。あれ攻撃してない。あーそのままエンドしましたね。ちょっと今のそのマーチャントスクロールの部分もあって、そうですね、ちょっと鳥海選手も興奮が隠せない様子。さあただアンリコの力は偉大です。そうですね、もう手札無限みたいなものです。あ、うん、ここはもうゲームがフォースオブウィルを引き当てました。フェッチ置きましたけどもうフェッチしてくるランドないありますかね。プラトーが手札にあるからボルカニックアイランド3枚入ってます。島とボルカか、うん、あ、ありますね、はい、あこれはジェイスだけもらう、うんうんうん、ジェイス出すと僧侶出すタイミングがまあ1ターンとりあえず置いてもという感じですかね。まあ大丈夫か。大丈夫ですね、うん、6マナありますね。さあジェイス出すんでしょうか。出しても出さなくても、まあ、まだ余裕がありますね、うん、まあ、ウィル構えながらというところもありますがハンデスを持っている相手っていうところもちょっと気になりはしますね。フェッチしてからチェイスですかね、うんうんうん、上マナマナなので確かに確かに、はい、さあ着実に歩を進めるのはジェスカイコントロール鳥海。ここでジェイスウィル持っているという状態がもう神イーノにとっては厳しすぎますね、はい、ウィルプラス僧侶ですからね、うん、はい、やはりこの精神を刻むのジェイスっていうカードの幸福度高いと思うんですよね。幸福度、はい、本当に美味しいご飯を食べるくらいの幸福度はあると思います。起動するたびにその幸福がもうターン返ってくるの心待ちになっちゃいますよね。まだブレインストームしていいのってなりますか、ね、最高の瞬間。これはフェッチした方が良かったんじゃないですかね。あの、うん、上土地なんですよね。フェッチタイミングで動かれるのが嫌だったっていうことですかね、うんうん、ただウィルもありますからね。さあこのような手札沼、あ、そうですね、マクロ確かにあのフェッチタイミングで動かれるの確かに
の応募からのインスタントタイミングで釣られる可能性もあるので、サグリセルブラントを引き込んでいるというところもあります。バザーオブバグダッドで捨てるというプランニング、まあ、ここが先ほどからイーノの待ち望んでいた形なのでしょうか。これはハンデス1枚くらいじゃ乗り越えられない。引いてきたのは浅すぎる墓穴。ターンが帰ってきましたね。はい、はい、もうまたジェイスの美味しいご飯が、はい、もう食べられないよと。これアップキープにフェッチの方が、まあ、一応良かったですね。あ、出すんですね。なるほど、もう余裕がある状況ですね。まあ、手裏を見ているっていうところですよね。はい、うん、はい、除去もされなければ、そして勝つのを早める、せめて1ターンでも早くこの苦しみから解放しようという解策です、ね、はい、あ、もう盤石だったんで、はい、見ましたね、うん、このジェイスそのままでってもう勝ちですみたいな、はい、ところありますよね。もうこの状況ですからね。はい、マナ吸収も引きました。あんまりジェイス以外でそのままでって言わないですよね。うん、言います、他のカード。いや、言わないですよ。ジェイス維持してたら勝ちますからね。はい、他のカードはね、なかなかそのままでって言ってると状況が動かないだけでっていうところもあるんですが、はい、ジェイスは状況が確実に前に進むのでちょっと思いつかないですね。さあ、宝船にも乗りまして、はい、また古文のアンリコが、はい、やはりこの3枚3枚という動き、先ほど高橋さんからもご指摘ありましたが、チェインするんですよ ね、 そうですね、プラス2プラス2ってことですからね、リソースが。もう土地破壊してもいいくらいですね。確かに、いや、もうカラカス構えてれば負けないか。そうですね、釣られても大丈夫ですね。体力的に2回ペイできない。破壊の方が良さそうかな。いや、カラーがつきましたね、はい、さあこれにてさまざまな手段道を断たれる形になりました。神イーノ、そして鳥海にとっては待望の神打ち、これがもうオーバーキルですね。はい、感謝のブレインストームからの感謝のタイムウォーク。いや、これだからヴィンテージが面白いんですよ。やめらんねえぜと、はい、もうお腹はもういっぱい、はい、まあ、これもやっぱりタイムウォークも印刷ミスですよね。うん、どういう元テキストだと思います。いや、多分コストが3違うと思うんですよ。ああ、なるほど、はい。時間のねじれまでやっぱり上げてほしいと、はい、ね、はい、さあタイムウォーク無事解決、そしてターン終了、押すだけで言うだけでいいのはまた動けないターン、はい、そしてこれで体力ライフが6になります。これジェイスで瞬章を戻せばもう一ターン得られますね。はい、まだ幸せになりますよ。ということはもう、はい、これはやっちゃいますか。そのぐらいの感じですね。まあ、まあ、バウンス、あ、あ、いや、あ、まだ見てということですね。まだそのままでを、はいはい、まあ、さっきチェックしましたね。そのまま引いてくれと、はい、そのカードを差し上げようということでございます。何来ても大丈夫となってますね。カウンター3回打てますからね、1ターン、はい、勝つ総量いますから。、はい、ここでターンを返すことで春章戻すプランに移行しますかね。
ヴィンテージ界の紳士鳥海がもうこのイーノの苦しみからの解放を、はい、解策しっかりと、はい、友がゆえの配慮、ただ負け筋は絶対に作らないという、ちゃんとまだ構えてますからね、うん、はい、パワーナインを残して、はい、あ、ディグですね、ディグですね、はい、はい、いや、これはもうね、全力を尽くします、春章と、はい、意志の力ですね、はい、うんうんうん、さあちょっとグリセルシュートのいいところ、やはりね、その青いデッキを相手にしている時のプレー手順ですとか、はい、そういったところも本当に繊細なものが要求されると思いますので、そこの部分がね少し難しかったとは思いますが、ただ鳥海としてはこれはもう先ほど手に入れた春章の魔導士がタイムウォークで勝負ありです、ガッチリ握手、ヴィンテージシーン03、はい、挑戦者鳥海選手が新たなヴィンテージ神に君臨となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ぐったりでも2人とも笑顔で楽しそうですね、はい、まあ、これがヴィンテージ、なんかね、はい、あの我々がイメージするヴィンテージのあり方というか、はい、そうですね、まあプロレスですよね相手の技を全て受け切るさあ感動の写真撮影でございます。いやー、最初は受け切れるか不安というお言葉鳥海さん残していたんですが、はい、きっちり全て 3-0 でしたね、はい、うん、ただ結構ぐったりきてますね、やはりね。